フィンランド大公国ストロファー・ステンド・ミット・フィンランド、スオメン・スーラー・タネス・コーンタ、ファイ・フィンランド大公国の1、フィンランド大公国は、1809年から1917年まで、現在のフィンランドにあった国家である。首都はヘルシンキ、1900年時点の国土、標高、で、色分けされている。1809年のフレデリクス・ハムンの和訳によって、スウェーデンから、 ロシア帝国にフィンランドが割譲された時に建国された。フィンランド大公はロシア皇帝が兼ねる同訓連合の形をとった。体制はロシア本国がツアリズムによる先制君主制に対してフィンランド大公国は立憲君主制であり独自の議会と政府を有することが認められた。そのためフィンランド大公国は ロシアの民主主義の小ウィンドウと構成呼ばれることになる。スウェーデン・フィンランド時代に比べて、アレクサンドル一世によって、フィン人の自治が大幅に認められたため、知識人を中心に、フィンランド民族主義が高揚し、フィンランド語の公用語化や民族助持し、彼らの編纂などが行われた。1830年の7月革命を受けて、ポーランドでは独立戦争が勃発したが、 フィンランド対抗国では過激な運動は自粛された。しかし、ロシアに忠実な従属国というわけではなく、国内の諸制度はロシアから離れ、独立国の様相を呈することになった。欧州諸国の1848年革命以降、フィンランド人の間では絶対主義を覆さない、ロシア政府に対して反感が強まっていった。過激な反政府活動こそなかったが、この頃から、 フィンランド人たちの独立を求めるナショナリズムが燃え上がることとなった。クリミア戦争が勃発すると、フィンランド国内では、ロシアに対する批判が巻き起こり、詩人、歴史家のアルビドソン、学者、ノルデン・ショルドラが、ロシア政府の起因に触れ、スウェーデンに亡命ないし、その後、北欧全体に湧き上がったナショナリズムが沈静化していったことと、 アレクサンドル2世の寛容政策などで一時昇降状態となったが、フィンランドでは日増しに民族主義が高揚していった。これをロシアは危険と判断し、ニコライ2世の頃には実力でフィンランド民族主義を弾圧したが、大きな反発を招き、フィンランド総督ボブリコフが殺害される事態になった。このような事態は、日露戦争というロシア本国の事情で一時昇降状態と、 なり、さらに、ロシア革命の結果ロシア帝国が滅亡すると、フィンランド議会は独立を宣言。そして元ロシア白軍将校のカールグスタフ・エミール、マンネルヘイムを中心とするフィンランド城郎守る軍が結成された。1918年1月、フィンランド城郎守る軍に、ドイツ帝国、スウェーデンの義勇軍が加わり、ソ連赤軍が介入していた。 フィンランド赤英軍を中心とするフィンランド社会主義労働者共和国とフィンランド内戦となり白守軍が勝利した。10月にはヘッセンカッセル家のフリードリヒカールをフィンランド王国の国王に選出しフィンランド王国が誕生した。しかし第一次世界大戦でドイツ帝国が敗戦国になったことを受け君主制は放棄され1918年12月に フィンランド共和国として独立した。アレクサンドル1世、ニコライ1世、アレクサンドル2世、アレクサンドル3世、ニコライ2世。ありがとうございます。